はい、焼きナスを作りたいと思います。まずですね、ここの額の部分ですね、ここがちょっと邪魔なので、包丁でこういう風にまっすぐくるーっと一周させて、額の部分のいらない部分をこういう風に切り落としますね。こんな感じですね。はい、これであとナスを焼いていきます。こういうポイントはこういう風に直火にかけるということですね。あともう一つ、あまりこうくるくると転がさないということです。こうずっとね、同じところで1分ほど焼いて、で1分経ったらまた少しだけ回して、それを繰り返して全体的にくるくると回しながら焼いていきます。そうして焼けたものがですね、こちらですね。こういうふうに皮が炭のようになって、こうも手でポロポロと剥がれていきますね。これまだ、身と皮がついているようだとまだ焼き足りないということですね。はい、中にもしっかりこう焼き色がついていますね。これぐらいになるまでこう全体をしっかりと強火で焼いていきます。そして全体の皮を剥いたものがこちらですね。しっかり焼き色がついて美味しそうになっています。これがまだね、青っぽいとあまり美味しくないので、しっかりと焼き色をつけるということがポイントですね。